はい、こんにちは。ソースト経営店長の川勝です。今日は経緯を紹介します。では早速中に、もう中行っちゃう。 OK。 ちょっとこのくるっと一周してから行こうか。くるっと経緯のことはこんな感じになってますっていうことね。じゃあ中に行ってみたいと思います。店内照明こんな感じです。今日はね、あの商品とかには触れずに、経緯の店内がこうどんな感じかっていうのをざっくりとご説明させていただくだけなんで、あの行ってみたいと思います。あ、こっちか、ごめん。ちょっとここ段差あるんで気をつけてください。なんか大きいで作られてるんで、あのお客さんの中には靴脱がはる方とかもいらっしゃるんですけども、あのもちろん土足で結構ですんで、どうぞ。このエリアはこんな感じです。毎回、ね、衣替えとかディスプレイ変更とかしてアイテム変わるんですけども、今は羽織類を置いてます。これさ、ちょっとこっちね、かぶってみる。え、トッパイっていうかぶいた帽子なんですけど、これをちょっとどんな感じになるのかって、ね、商品紹介、商品言うときながら、じゃじゃん。こういうね、すごいかぶいた、かぶいてるね、かぶいてるよ、うん、なんか女性の人をかぶるとさらにこう魅力的になるよね、うん、なるかな、魅力的やで、今もうすごいいつもの100倍魅力的になってる。じゃあ次のエリアに行ってみたいと思います。降りましたら、地面見ていただいたらレザーの直足袋です。キッカボーっていうのは、あの京都の革靴職人さんのことなんですけど、曹操と一緒に作ってて、オーダーメイドです。作るのにちょっと時間かかっちゃうんですけど、ちょっとじゃないか、3ヶ月半から4ヶ月待っていただいたら、こんなに素敵なレザーの直足袋が完成します。今ちょっと経緯の壁見えたと思うんですけど、これも経緯の特徴的 なんかデザインやな。竹をこう縛り付けて牢屋みたいにしたデザイン。多分違うと思います。多分違うと思う。牢屋みたいな、牢屋ではない、牢屋ではない、ちょっとこう昔の日本家屋っぽい感じ。これ天井もこれ上までいける、こうなってますね。ちょっとこだわりの経緯店内インテリアとなっております。この照明台もちょっと特徴的で、あのすごい背が低いんで普通に当たっちゃうんです。ちょっと背高い人だけど結構あの当たっちゃうんで。で奥に行きますと経緯の試着室がございます。障子スタイルですね。結構この障子かっこよくないですか。なんか作りが普通の障子と違うんです。斜めに木の骨がいってて、
で中にはフェイスカバーございますので、お化粧している方もお使いください。もう一つ試着室もございます。こちらにもございます。で、どっちの試着室にも鏡がないので、外に出ていただいて大きい鏡がございますので、こちらをお使いください。最後にここが経緯のレジ台です。ここでお会計させていただきます。白の金のシール貼っ付けてるんですけど、個人的にお気に入りです。金箔を貼ってるような気にさせません気にはさせない、気にはさせない。はい、いかがでしたか。今回は商品説明は全然しなくて、店内を紹介させていただきました。商品は、YouTube で紹介させていただいてます。ぜひチェックしてみてください。ほなまた K でお会いしましょう。さよなら。